マッハ55は、タツノコプロ制作の日本のテレビアニメ作品。自動車レースをテーマとした子供向けのテレビアニメで、1967年にタツノコプロが制作し、フジテレビ系列で放送された。吉田達夫の漫画、パイロット映画原作になっている。アメリカでは、スピードレーサーのタイトルで放送され、人気を博した。主題歌のメロディは、日本とほぼ同じで、 ピーター・フェルナンデスによる英語の歌詞を載せている。1997年にリメイク版が制作され、テレビ東京系列で放送された。2006年アメリカで実写映画化されることが発表され、2008年夏に劇場公開された。監督はマトリックス三部作を手掛けたウォシャウスキー指定。放題はスピードレーサーである。主人公、 三船つよの名前は、三船敏夫から取ったもの。三船つよ本編の主人公であるレーサー。マフハ号で世界のレースに参加し、レーサーとして成長する。その一方で失踪中の実刑、健一の安否を気遣っている。志村道つよのガールフレンド。三船大輔三船モータースの社長。つよク栗尾の父。つよしの喧嘩っ早さは、彼譲り。 タツノコ大学に在籍していた頃は、レスリング部のキャプテンをしており、腕っぷしもなかなかなもの。三船綾大輔の妻にして片とクリオの母、三船クリオ号の弟、三平と共にマフハ号などに密航することが多く、よく事件に巻き込まれる。三平三船家で飼われているチンパンジー。クリオの弟的存在。サブメカニック。覆面レーサー情報組織に所属している。 謎のレーサー、二十四歳、号にいろいろとアドバイスしている。その正体は、片とクリオの実刑、三船健一で、六年前の十八歳の時、父、大介に、無断でマシンを持ち出して、レースに参加するも、ゴール寸前にスピンしてマシンは大破。このことを大介に、運転が未熟と非難されたのに対し、自分は、マシンのせいだと反論。これに激怒した大介から感動され、 蘇生を隠して、情報組織に所属した、流星号という黄色いマシンを狩る、6号警部2007コミコンインターナショナルで展示された、実写映画用、マッハ号詳細は、マッハ号を参照主人公である、三船剛の登場する、レーシングカー、2シーターで、左ハンドル車、V 型エンジンを搭載していることと、後実の特殊機能以外、具体的なことはほとんど語られていない。 外形から見てフロントエンジンリアドライブである。いくつかの特殊機能があり、強しのピンチを救う。そのほとんどは、ステアリングパッドにあるボタンで操作される。特殊機能はその頭文字ごとに、A から H のボタンが割り当てられている。車体の独特の塗装パターンは、アルファベットの M をモチーフとしている。A ボタン、オートジャッキ車体下部から出る4本の特殊ジャッキ、タイヤ交換の簡易化のほか、 路面を蹴ることによってジャンプすることが可能。B ボタン、ベルトタイヤタイヤに特殊なベルトが装着され、沼地、雪上、山岳の走行ができるようになる。C ボタン、カッター車前面に丸ノコが出てくる。木ややぶなどを切り倒しながら走行できる。チョッパーとも呼ばれた。D ボタン、ディフェンサー座席上部の防弾仕様のキャノピーが閉じる。高質プラスチック製。E ボタン、 イブニングアイ赤外戦闘。ツヨシが被るヘルメットのシールドが暗視ゴーグルになる。回ボタン、フロッカーディフェンサーに加えて、酸素ボンベイより酸素がコクピット内に放出され、水中走行を行える。潜望鏡も上部に伸び、バックミラーで映像を確認できる。G ボタン、ギズモ号燕型の偵察用の通信機能付き小型、飛行メカ、マッハ号の車体全部から発射され、 遠隔操作が可能で、目標への遠距離攻撃用としても使用可能。H ボタン、ホーミングギズモ号を自動操縦で自宅に戻す。救助を求める非常用ボタンという面があり、このボタンのみ、ステアリング上には配置されていない。セーフティセブン、編集第2作での特殊機能。蒸気の機能をベースにしているが、オリジナル機能も存在する。 A から G の特殊機能のボタンへの割り振りも従来、通りに頭文字で割り当てられている。A ボタン、エアロジャッキ前作同様ジャンプだが、側面下部のパーツからジェット噴射しつつ、翼が展開して滑空できる。フィッシュダイバーからのジャンプも可能。節限では、コンソール操作後に、特殊コマンドによるカスタマイズで、ジャッキと尾翼、フィッシュダイバーのスクリューを併用した、ホバーモードになることもできる。 B ボタン、バルーンタイヤタイヤが膨張し、オフロード走行可能になる。車高を上げることで、サスペンションやライトもオフロード仕様になる。C ボタン、カッターブレード2機のレーザーカッターになっており、あらゆる障害を切断することができる。高出力のため水中でも使用可能。D ボタン、ディフェンスシールドコックピットを防護する、キャノピー装着。フィッシュダイバーの潜水時や、 ミラー受ュュート時にも使用する E ボタンエマージェンシーワイヤーウィンチ2機を装備し射出することで突き刺すことができるまた刺すのではなく掴むように変形させることも可能ワイヤーを使用した牽引や急旋回などに使用する回ボタンフィッシュダイバー潜水艇モードに変形タイヤを格納し後部からスクリューが出る G ボタンギャラント号無人偵察機 上空から適正ルートをマッピングしたり、場合によっては、相手の車両に突撃することができる。ミラージュエンジン響き健一が開発したマッフハ号に搭載されたエンジン、時速 555km に達すると、ワープができる。ただし、ワープといっても、空間跳躍ではなく、時間跳躍である。第2作のタイムトラベル編より登場するバイク、マッフハ号がミラージュシュートが可能になった後、 メカニックでアルリツ赤章が共にタイムトラベルの冒険をする目的で製作した。マッフ号にワイヤーを取り付けることにより、一緒にミラージュシュートすることが可能となる。響き強しもマッフ号と兼ねて乗ることが多く、搭載装備のスパイラルアンカーやエグゾーストファイヤーで攻撃することもできる。後のことを想定して、潜水機能も追加されている。マッフ号との通信機能やフロント部からマニピュレーターを、 返して、マッハ号を修理することも可能。第一作のオープニングでは、セルアニメでは、手間のかかる、被写体が、静止状態で、カメラアングルのみを変化させていく技法が多用されている。平均視聴率は13.9%。関西テレビでは、聴覚障害者向けの字幕を入れた上での再放送が、行われた。このバージョンでは、セリフだけでなく、アクション演出にも字幕が入れられていた。 オープニングエンディングテーマ、編集、マフハゴー、ゴー,ゴー作詞、吉田達夫、作曲、小し信義、歌、ボーカルショップ日本コロンビア版は、高橋玄太郎歌唱によるカバー。エンディングテーマは、実質的には、アメリカ版、スピードレーサーのインストゥルメンタル版で、ボーカルショップは、ラストのサビの部分しか歌っていない。映像は、レギュラーのつし、大輔あや、栗尾、三平。 ミチサブによる車の発達し、なお、関西テレビでの字幕付きによる再放送では、ほとんどのキャストやスタッフがテロップ挿入され、ラストには、配給元の SB エンタープライズ、字幕制作であるビデオメックと関西テレビもクレジットされる。イメージソング、編集、たまにゃ、のどかに作詞、筒井圭介作曲、こしべのぶ歌、ボーカルショップ。 杉並児童が翔太日本コロンビア版のみに存在。番組でも使われたのかは不明。2019年8月30日から YouTube で、たつのこチャンネルによる無料配信が行われている。オープニング映像は第1話のみ、イントロ部とタイトルコールだけの短縮版。オープニングテーマ、純白の勇気作詞。大津明、作曲、編曲、堀江明、歌。 早見健太郎1997年1月21日、日本コロンビアからこの曲を収録したシングル CD が発売された。同年4月に死去したオーツの存命中に発売された最後の作品となったマッハ5551997作詞、吉田達夫、久野里一平、作曲、小し信義、編曲、大島みちる、歌、早見健太郎。 第一作の主題歌のアレンジ。くのり一平が作詞した3番の歌詞が追加され、テレビでは1.3番を使用。オープニング映像ではマンモスをエアロジャッキでジャンプするという、第一作での像をオマージュした場面がある。エンディングテーマ、フライトゥ・ザ・ドリーム作詞。くのり一平、原まゆみ。作曲、編曲、堀江明、歌、久保田洋子、永遠の伝説作詞。くのり一平、原まゆみ。 作曲、編曲、堀江明、歌、久保田陽子マッハ号のデザインや一部の設定、固有名詞を除いては、ほぼ新しく制作されている。第21話までは、前作と同じレースを中心としたストーリーで、アースグランプリ決勝までの話となっている。覆面レーサー X など、前作に登場したキャラクターも登場している。第22話からは、謎の、 エゼキエルホイールを探し求めて、ハンドラー一味と時空を超えて争奪戦を繰り広げるというタイムトラベルの冒険物語となっている。最終回は、エゼキエルホイールの暴走によって、ハンドラー城が異次元空間に消えるラストだったが、レーサー X の正体は結局明かされなかった。タイアップとして、月刊コロコロコミックで、谷上敏夫の作画による漫画版が連載、単行本は、 全2巻。設定自体はアニメ版に準拠していたが、月間ペースのためにほとんどオリジナル展開で構成されている。この第2作は長らく映像をソフト化されなかったが、2010年2月に、クッカーから全話収録の DVD ボックスが発売された。しかし、翌3月に、クッカーは民事再生法を申請して再建に努めるとしたが、翌4月に、東京地裁によって、 再生手続き廃止決定を受けて、破産手続きへ移行したことで出荷が完全にストップされたため、流通量は少ないと推測されている。ネット配信の実施例としては、タツノコプロによるギャオストアでの有料動画配信と、2014年夏からのニコニコ生放送での動画配信がある、スピンオフ短編作品、全26話、ミワレーシングカー、マッハピンクに乗るリップが活躍する。 2008年9月13日から9月14日に、カートゥーンネットワークで先行放送され、同年12月5日から12月20日に放送。オープニングエンディングテーマ、編集第1話、編集第2話、編集第8話、編集第3話、編集第4話、編集第5話、編集、ザニューアドベンチャーズ・オブ・スピード・レーサー。1993年、日本未公開前13話。 キャラクターデザイン等はオリジナルを踏襲した部分はある。ものの、多少アメリカナイズされている。評判は振るわずに打ち切られ、以後はオリジナル版の再放送に切り替わることになった。スピードレーサー、ザ・ネクスト・ジェネレーション、2008年、日本未公開ニックトゥーンにて2008年から2009年まで、第1シーズン、全26話が放送。2011年から第2シーズンが放送。 ありがとうございます。